こういう感じね。あ、全然やな。はい、どうも。だいたい三股の駐車場から30分ぐらいですかね。30分、27分ぐらいですかね。ちょっと急ぎ足来てるんですけど、ゴジラの木っていうね、あ、違う、ゴジラみたいな木っていう、なんかよく上がってるやつですね。ここに着きました。展望がありますね。あっちが、あっちが北ですね。常念岳でしょうかね、あれ多分。西側のこっち側に蝶ヶ岳があるはずなんで、多分常念岳ではないかなと思いますね。なんかうっすら雪っぽいの見えるな。もうあと10分15分ぐらいでね、蝶ヶ岳着きますね。結構最後の急登って感じ。着きます。すごい展望。綺麗やな。はあ。夏山もいいね。まあこれも頂上だけ、頂上っすね。ピーク行きますか。おお、展望がすごい。ああ。てかなあれ、よいしょ。おお、これ転覆できない。転覆するね、すごい。おはようございます。Thank you.
多分ね、正午よりと常年後の方へと行くんちゃうかな。ザレ道が続いてますけど、今予報分岐までもうあと目と鼻の先って感じですかね。よいしょ。であっちに見えるのがジョイだけ、あれが槍ヶ岳なんでしょうか。小槍とかね、あんま僕山詳しくないんで後で調べますね。こんな感じ、北アルプスの山々が展望が見えます。すごい開けて、天気からねめっちゃ見えるね。展望開けたな。あれ常念っすね、確実に。これを登るのは大変っすね。これは結構大変やな。頑張ります。乗り越えた、うん、あとはピークまで行って一旦ちょっと休憩ですね、うん、いやめちゃくちゃ天気いいっすよ今日。ではね、常念だけ登ってきます、これですね、これを登ってきます。まあ一回なんか暗部になってるとこまで一回登ってもう一回登っていくっていう感じです。2回に分ける感じですね。親父さん後ろにいましたよ。ですよね。バテバテだったんで、もう聞いてくれって言われて大丈夫かなと思って。で今からですね、常念小屋の方に向かってるんですけど、まあ、もう若干見えますね、えんじ色のね屋根が。見えにくいかもしれないですけど、ガス出て。今ちょうどですね、最後の一滴の水がですね、切れてしまいました。なんで、小屋でね、水を補充するしかないです。喉がカラカラです。ちょっと開けて、見えますね。常念小屋。
現在の時刻が1時15分、今常念小屋を出発して、常念岳の方に南下しています。そこからですね、途中で南東の方に折れるトラバスルートがあるんで、そちらの方から前常念経由で三股の方にね戻りたいと思います。それでは行ってきます。現在は、時刻が3時6分ですね。3時6分で、前常念岳、ここにありますね。標高2662メートル。これから三股っていう、分岐点があるんですけど、蝶ヶ岳と常念岳の分岐点があるんですけど、そこまで、ずっと尾根沿いを降りていくと。大体2時間半から3時間ぐらいかかると思うんですけど、結局だから駐車場に着くのが6時前後かなと思うんですけど、これから尾根沿いのその両側がですね結構急峻な感じなんで、気をつけつつ降りていきたいと思います。それでは行きます。ウィース、どうもでーす。はい、今ですね、前回撮ったのが確か夜明け前の前常念岳のピークだと思うんですけど、今見ての通りもう日の出も終わってしまいまして、結構明るい状態。今もう5時25分ですね。あの後前常念岳から、結構降りてきてね、どれぐらいか、400メートルぐらいだと思うんですけど、降りてきて、で、はしごがあるんですよね、途中。そのはしごを降りると、急に植生が変わっちゃって、今見てるような、こういう木とか、こういう草が生えたような植生に変わります。でそこからまた1時間、2時間ぐらい歩いてるんですけど、そうですね、三股までの、三股と前常念の間の3分の1ぐらいを残すところにいると思います。なんでね、多分あとは気をつけていけば、6時には着けるんじゃないかって思うんで、マイペースです。疲れた。三股着きましたね。三股。お疲れです。おはようございます。